全国1000万人の2001年宇宙の旅ファンの皆さん、こんにちは。被災スタンリー・キューブリックとアーサー・シー・クラークが、人類が月に到達する前に送り出した傑作。ということで今回は、アポロの月面着陸映像は、アメリカ政府の要請でキューブリックが制作したという都市伝説についてああでもないこうでもないと語っていきたいかなと思います。ということで今回は、ゼーレの元ネタとその役割です。ゼーレのモデルになっていると思われるものは、大きく3つあります。1つ目は、司会文書。2つ目は、フリーメイソンリー。3つ目は、2001年、宇宙の旅、です。親の仇のようにゼーレは、司会文書、と言っていますが、このテレビ版のゼーレのマークについて、オープニングテーマの絵コンテには蒸気のように書かれています。絵コンテでは三角形が逆になっていますが、エッセネ、のマークと書かれています。また、オープニングテーマに現れる最後の記号は、天使の文字、であり、司会文書、というのは天使の文字で書かれているというのがわかります。そして司会文書というのは、エッセネ、というのが持っていると書かれています。これを本編に照らし合わせると、ゼーレというのは企画段階では、エッセネ、という名前であったということです。ではこの、エッセネ、というのはどういう意味でしょうか。司会文書は、英語では、デッドシースクロールズ、ですが、別名、クムランケイブズスクロールズ、とも言います。これは司会文書が司会付近にある、クムランという場所の洞窟で発見されたからです。そして1990年代まで、司会文書の起源に関して最も有力だった説が、クムランを拠点としていた、エッセネ派、に書かれたものであるというものです。エッセネ派というのはユダヤ教の宗派の一つです。つまりゼーレというのはもともと、司会文書を書いたエッセネ派の末裔であり、秘匿された、裏、司会文書を受け継いでいた的な感じの組織だったわけです。司会文書にこだわるというよりは、司会文書という謎めいた文書を取り扱うために設定された組織が、ゼーレというわけです。テレビシリーズでも進撃でもネルフというのは、国連直轄の機関となっています。そして同時にゼーレの実行機関でもあるネルフ。そして人類補完委員会も国連の機関であり、それを裏で操るのがゼーレです。いわゆる、世界を裏から操る秘密結社としてゼーレは描かれていて、陰謀論で出てくるフリーメイソンリーのような存在です。また進撃でゼーレのモノリスの裏に書かれているマークは、全記録全集によると、テレビシリーズのラフスケッチが、元になっていて、特徴的なプロビデンスの目や市松模様が見られます。ゼーレの会議に現れる黒い石は、モノリスと呼ばれるものです。モノリスというのは本来、一枚岩のことを指す言葉であり、特定の形を表す意味はありません。代表的なものは、自然物ではヤーズロックだったり、人工物ではストーンヘンジです。ゼーレの象徴として使用されているモノリスは、2001年宇宙の旅に登場するものを模したものです。原作では1対4対9の黒い長方形の物体です。材質はわからない。吸盤も進撃も国連の裏で暗躍している秘密結社という立ち位置は変わらないものの、根本的な存在形態が変わっています。キールは体の大部分を機械化していましたが、ゼーレはあくまで人間の組織でした。怒り結はゼーレという組織の一員であり、怒り言動もまた、ゼーレの一員です。ところが進撃では、AR 台本にキールという名前は出てくるものの、ジュ、での初登場から人型ではなく、モノリスの姿で出てきます。ちなみに、テレビ版のゼーレのモノリスはホログラムという設定のようです。9、では、は、までキールと書かれていたセリフが、ゼーレ01となっています。
し、を背負った群れの進化を進めるために、あなた方は我々に文明を与えてくれた。言動は、ゼーレというのは人類に文明を与えてくれた存在であるといい、人類と別種の生命体であることを示唆しています。ここから考えられる別の可能性は、14年の間に、ゼーレは魂の形を変えてモノリスと同化したのかもしれないというものですが、その場合は、人類として文明を生み出したとはなっても、人類に与えたという表現にはなりません。一応、全記録全集の、は、のオリジナルシナリオには、ゼーレが人類である旨のセリフがありますが、9、を見る限り設定が変更されたと考えるのが自然でしょう。そしてゼーレが人類に文明を与えたというのは、オリジナルのモノリスの設定と近いものがあります。9番のエヴァでは世界を裏から操る人間の組織である。進撃では、知恵の実を与えられその魂の形を変えた、人類に文明を与えた生命体である。親の顔よりよく見たゼーレのシンボルマークは、何度かお話ししていますが、ヨハネの黙示録に登場する子羊を描いたフレスコ画が元になっています。進撃ではモノリスにも描かれていて、9番よりもデザインが複雑になっています。黙示録の子羊について、ヨハネの黙示録には、蒸気のように書かれています。7つの角と、7つの目とがあった。進撃での新しいロゴを見ると、二重の三角形を使って、器用に7つの角、角、が形作られています。ロゴに書かれているドイツ語は、シラーの、カンキニオス、の一文を引用したものです。ベートーベンの第9は、シラーの、カンキニオス、を引用したものです。そして中央のリンゴとヘビは、おそらくネルフのマークとの対比になっています。テレビ版のネルフのマークは、名前と半掛けになったイチジクの葉でデザインされています。進撃のマークも基本的に変わりませんが、裏設定として追加要素があります。ネルフという文字の下には逆さまのリンゴが書かれていて、通常は見えず、光の反射で見えるようになっている。と全記録全集の設定資料に書かれています。進撃でのネルフのマークは、9以降の特殊なもの以外にも何パターンかあります。その中でもはっきりと、リンゴ、が見えるものもあります。ゼーレ、ネルフのマーク、共に書かれている、リンゴ、というのは、当然の権利のように、創世記に書かれている、善悪と知識のみ、知恵のみ、のことです。イチジクの葉、というのは、知恵の実を食べたアダムとイブが、裸であることに気づいて腰に巻いたものです。つまり、ネルフのロゴマークというのは、知恵の実を食べた人類を象徴するものになっています。それに対してヘビというのは、神の禁止した知恵の実を、アダムとイブに与えた存在です。そして創世記のヘビというのは、キリスト教では一般的にサタン、ルシファー、と関連付けられます。これはゼーレが人類に文明、知恵、を与えてくれたという、怒り幻道士の供述と一致するわけです。さてここからが今回の本題である、モノリス、についてですが、2001年宇宙の旅、のネタバレも多分に含みますので、知りたくない方はすぐにブラウザバックだ。モノリスのオリジナルが登場する2001年宇宙の旅はシリーズものの作品で映画2本、小説が4つあります。映画は監督が違っていますが、小説版はすべてアーサー・C・クラークが原作です。そして小説版の完結編3001年だけはテレビ版のエヴァンゲリオン以後の作品です。さてこの物語がどうやって始まるのかというと、人類が月面開発を開始して間もない頃、アメリカ宇宙評議会は、突如月面基地を封鎖します。表向きの理由は、未知の伝染病が基地に蔓延したためというものでしたが、実際は、月面であるものを発見してしまったためでした。それが、モノリス、です。
この月面で発見されたモノリスを DMA-1 と言います。これは、ピコマグネティックアノーマリーの略称で、月のピコクレーターで発見されたために名付けられました。ピコクレーターというのは、実際に月にあるクレーターの名前です。この DMA-1、通称ピコモノリスを情報操作をしてまで隠蔽しようとしたのには、大きな理由があります。それは自然物ではありえない磁気の強さ、材質さえも見当がつかないもので、自然に埋まったものとは考えにくかったこと。何らかの意図を持って埋められたもので、年代測定によるとおよそ400万年前に埋められたらしいこと。これらの点から、人類以外の知的生命体の痕跡であることが示唆されたからです。しかも、それは400万年前という人類の誕生以前のものでした。ここまでの設定が、ジュ、でオマージュされています。それはゼーレの初めの登場シーン、ではなく、ジュ、の最後、渚薫の登場シーンです。当然の権利のようにここは月面なわけですが、この場所はエコンテニワクレーターの内側であることが書かれています。そこに現れるのが、ゼーレの01モノリスなのです。ここが帰国クレーターだと言いたいのかね。いえ、この場所の名前ははっきりとしていて、ジュの 1.01 で、静かの海、であると書かれています。静かの海、というのは赤丸あたりのことを言い、帰国クレーター、とはだいぶ離れています。じゃあ、全然関係ないジュのエコ。ところが、映画版の2010年の冒頭には物語の背景を説明するシーンがあり、上記のように書かれています。月の静かの海で発見した物体をピコモノリスと名付けたと説明されているのです。このカオルと会話をするゼーレ01の登場シーンは、静かの海で TMA-1 が発見されたという映画版を見ないとわからないマニアックなオマージュがされているのです。知的生命体の痕跡として見つかったモノリスとは一体何だったのでしょうか。ざっくり言ってしまうと、物理法則に反しない限り、大体のことができてしまう便利な道具です。そして400万年前に、人猿に知性を与え、人類への進化に導いたものでもあります。つまり人類の起源がモノリスにあり、モノリスを作った知的生命体の何らかの思惑によって人は誕生したのです。モノリスが人猿を進化させる描写は、2001年の冒頭で描かれていますが、実際に人類がそのモノリスを発見するのは、2500年頃になってからのことで、人類発祥の地であるアフリカで見つかります。そしてそのモノリスは、DMA-0 と名付けられます。そのモノリスを作った知的生命体を、ファーストボーンと言います。モノリスを作った存在について、3001の冒頭で説明があります。これは、2010でも同じような説明がされていて、3001で初めて、ファーストボーン、日本語訳で、先駆け種族という名前であるとわかります。このファーストボーン、以下 FB とはどういう存在なのか。FB は、人型ではない有機生命体であった。やがて彼らは、星の海へ航海をはじめ、数多くの生命形態を見て、進化の過程を見守った。そして彼らはこの銀河において最も貴重なものは、マインド、であると結論付けた。マインド、は日本語訳では、単に、精神、とだけ書かれていますが、本来の意味である、知性を伴った心、精神、と解釈する方が話と合致します。結果、彼らは、マインド、の発言を促す事業を始めます。ある時、FB は1000年の旅の末、太陽系にたどり着いた。その中の一つの惑星、地球、は、多種多様な生命に溢れていた。彼らはこの星の生命に干渉し、修正を行った。しかし、このうちどの種が知性を持った生命体になるのかを知るには、少なくとも100万年は必要だった。
この時の彼らは不死の生命体ではなかったし、他の星々でもしなければならないことがあった。彼らは別の星へと旅立ち、その監視役として、モノリス、を残していった。これが、DMA-0、です。そしていつか月へ行くだけの知性を持った生命体が現れ、その証として発見できるように、特殊な信号を出す、モノリス、を月面に残した。それが、DMA-1、だったというわけです。先ほども述べましたように、FB は、人とは違う生命体ではあっても、有機生命体だったので、その命には限りがありました。人肉が限界を迎えた彼らは、その体を機械へと移行していった。はじめは、脳、を、そして次には、思考そのもの、を。その無機物の機械生命の時代はすぐに終焉を迎え、彼らは光の格子の中に思考を保存できるようになった。彼らは物質の制限を超え、ほどなくして純粋なエネルギー生命体となり、銀河の覇者、神のごとき存在となった。以上のことを踏まえた上で、旧での言動解説員の話を見てみると類似点があります。あなた方も魂の形を変えたとはいえ、知恵の実を与えられた生命体だ。モノリスという機械の体に変わってしまった知的生命体である。悠久の時を生きることはできても、我々と同じく訪れる死からは逃れられない。地球に訪れた FB は、不死ではない存在で、後に機械と融合をしたが死と無縁ではなかった。死を背負った群れの進化を進めるために、あなた方は我々に文明を与えてくれた。DMA-0 が、人猿へ実験をしたことによって、人猿は道具を使うことを覚えた。つまり、FB とモノリスの設定を混ぜたような説明がされているわけです。はじめは、脳、を、そして次に、思考そのもの、を機械の体に移行した。そして文明、知性、を与えたことと、創世記の知恵の実を与えた蛇がかかっていると考えられるわけです。何度も創世記の蛇とルシファーの話をしていますが、モノリスと関連のあるものにもルシファーが登場します。2010のラストで、DMA-2、通称ビッグブラザーは、木星の組成を変化させて、第二の太陽を作り出します。言葉の意味はよくわからんが、とにかくそういう話だ。このモノリスによって作られた2番目の太陽をルシファーと言います。モノリスによってルシファーが作られた。モノリスの人知を超えた能力に対しての恐れもあり、人類はモノリスに干渉しないように仲良うやっとったわけですが、3001の終盤では、人類はモノリスと対峙しなくてはいけなくなります。いろいろとあって、人類はモノリスを消滅させることに成功します。このモノリスが消滅するのは第5部39章に書かれています。そしてこのサブタイトルが、ディアサイド。日本語訳では、神殺し、です。ネルフ本部は特徴的なピラミッド型をしています。クラークは、モノリスは初期案ではピラミッドであったと言っているので、モノリスの対になる組織という意味だったのかもしれない。テレビ版のゼーレは、司会文書にまつわる人間の組織として描かれていた。進撃でのゼーレはモデルとなったオデッセイシリーズの、モノリス、の設定によったものになっている。いかがでしたでしょうか？今回は聖書から離れて、元ネタからのアプローチでした。2001年宇宙の旅は、もはや古典ですが、今読んでも面白いと思いますので、ご興味を持たれた方はぜひ。ファーストボーンが銀河で最も価値のあるものとして見出した生命の、マインド。エヴァンゲリオンとはもともと、心、マインド、の補完の物語だったのです。わーわー言うとります。お時間です。さようなら。